戦国時代を終焉させ、その後の日本を運命づけたその合戦はわずか6時間で決した。誰もが知る関ヶ原の戦いの誰も知らない真実が今幕を開ける。石田三成、幼名佐吉はそのもてなしを気に入られ、豊臣家の家臣となった。佐吉、これに築城打開こそ権力の仕事。正義を信じ愛を貫く純粋な武将、義を貫く者に心惹かれます。将の上の将になるには純粋すぎるやもしれん。野望に燃え天下取りを目指す武将、豊臣家を二つに割る。豊臣家譜代中の譜代の者をどれだけ抱き込めるかだ。おのおの方は皆拙者の敵じゃ。ライブ拙者、拙者が悪うござった。この三成ある限り夢夢家康めに大権を盗まれるようなことはいたしません。そちをいがむのか。人とも女とも思うてくださいますな。必ず戻ってまいれ。三成を慕う伊賀の忍び。天下分け目の戦が始まっておりますぞ。上様がかつて抱いた正義の心を結集したい。正義か不義かと判断して兵を挙げまする。三成の右腕、勇猛果敢な武将。己苦労するか。逃げたすのはおためになりませんぞ。この国の秩序を保つ道は不義が正義に勝ってはなりません。命運を握る武将、その心に秘めたるものは。第一大満大吉の旗を立てないのだ。一人が万民のために尽くし、天下が太平となれば皆が心豊かに暮らせます。先々を考えると三成は負けた方がええ。だけど三成の中腕の起こした方がええ。ずっと西軍のぶりをしてりゃええ。いつ合戦が起きても不思議はない状況でございます。駆け引きだ。三成めが嘘を800を並べ立てて親父殿に知らせたせいでこのためじゃろうが。全て家康がいるがためだ。腹を高に逃げくりかえ。その相手が三成。刺激して我慢して。わしが三成を選んだ。天下を真っ二つに割る大合戦を戦おう。決戦の場は関ヶ原。わしに一命を預けよ。ついに我らは8万、敵は10万。豊臣御子の諸侯を集め東西から家康を挟んで撃つ。この合戦の構想の大きさ、日本始まって以来であろう。何故兵を出さねえのか。三成様、松尾山はなぜ動かん。殿、徳川殿に折り方を。負けるわけにはいかん。ひたすらかけよ。主人三成の申し入れを何人とぞ。正義をこっぱみじんにいたします。待て。正気は周りにあり。関ヶ原、立つところがあれ。愛と野望激突。